はい、今日もですね、肉の状態をチェックしていきたいと思います。この塩漬け肉ですけどね、そろそろ気温が高くなってきますので少しね、心配ですね。はい、この前ねキッチンペーパーを変えましたけど、ちょっとねドリップが、キッチンペーパーに、染みてますね。予想外に、ドリップが出てますね。もう40日超えてますけどね、ちょっと匂いを嗅いでみます。匂いはね、それほど、しないですね。嫌な匂いではないですね。外から見たね、肉の状態、まあ硬い、硬くなってる感じですね。硬さはそうですね、サラミソーセージより少し柔らかいぐらいの硬さでしょうか。